こんにちは、ファンクフジの高田です。今日はですね、ニューヨークもですね、3月22日から、外出禁止になってですね、早2ヶ月経ってですね、このウイルスの状況っていうのがいろいろ変わってきている中で、今回、感染症の専門医である斉藤隆医師に来ていただいて、いろいろ話を聞いていきたいなと思っています。で、まあ、現場の今の現状の話だとか、あのウイルスのこととか、あの感染予防のこと、または今後どうやってこう予防対策をしていけるかなどなど聞いていければいいなと思っています。でニューヨークも、来週というか今週末ですけど、メモリアルデーといって、まあ、春から夏に変わるちょうど境目の週末でですね、海開きがあったりとか、人々が外に出てくる中でどういった対策ができればいいのかななんていうことを聞いていければいいなと思っています。斉藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、実際医療現場の状況から聞いていきたいんですけれども、2月からまあ感染者が爆発的に増えて、やっぱり医療崩壊なんかっていう言葉が3月ぐらいにはすごい騒がれたと思うんですよね、はい、で私の近くのエルムハースト病院なんかでは、結構その人工呼吸器が足りないとか、外にトレーラー並べてそこに遺体終了とかいう、まあ、ニュースがもうバンバン流れてたんですけど、うん、まあ、実際今なんていうんですか、2ヶ月経った現状、病院の状況とか、そのコロナの患者さんの状況っていうのは、実際その病院で働かれてる中でどんな感じなんですか？そうですね、だからその感染者数とか、その入院してる患者数はまあ、だんだん減ってきても、かなりだいぶ、まあ、減ってきたような状態で、はい、で、まあ、だから我々の対応としても、ある程度、まあ、ノウハウじゃないけど、ある程度その手順が分かってきたっていう、そういうのもあって、まあ、手際も良くなったと。はい、で、まあ、かつ、感染者、その入院者するような重篤な患者も徐々に減ってきていると。ただ、まだその ICU なんかで、ね、人工呼吸器につながってたり、エコモにつながっているような人たちってこれは長いですから、はいはい、そういう人たちはまだずっと長いこといらっしゃる患者さんが、まあ、あの何人かいらっしゃって、まあ、そこは、まあ、まあ一進一退っていうか、まあ、ほぼ変わらないような状態が続いていると。最近多いのはその、まあ、その COVID の治療方法としていろいろなものをまあ今試されているところなんですけど、まあ、その中でそれがまあだいぶ変わってきたと。まあ、最初、初期の段階では、まあ、あの昔の HIV の薬なんかも使えたんですけど、それもあまり効果がないということが分かって、その後、まあ、古いマラリアの薬と、あの肺炎なんかに使う抗生剤のコンビネーション、これも最近のスタディで全く効果がないどころか、そのモタリティを上げるっていうかですね、死亡要因を上げてしまうっていうか、そういうあのデータも出てきて、これ もう全く使わなくなっている。で、あとはその、まあ、後でも説明することになるかと思うんですけど、その免疫力を若干は、まあ、をいじってですね、でそれで、まあ、あの結局コロナの怖いっていうのはウイルスそのものもそうなんだけど、そのウイルスが自分の体の自己免疫システムを、まあまあ、冷気っていうかですね、それをあの暴走し始めて、自分 の, あ の, その多臓器不全とかですね、自らのその臓器を破壊するようなところにあった、だからそれを少し下げてやることによってそれをあの和らげるっていう、そういう治療なんかも用いられて、それも結構あの効果は出てるんですけど、それの弊害としてはやっぱり免疫力を下げちゃうんでね、はいはいはい、感染がもうその後感染、また別の感染、細菌やら、あとそのファンガスっていうか、ね、そのカビの種類みたいな、そういったまあ要するにあんまり免疫力が正常な人がかからないような病気にかかってきて、これがものすごいその、まあ、コンプリケーション、尿出てまあ合併症みたいなのを起こしてですね、これがもうえらい大変な、今それの対応に追われているようなところですね。さあ、その COVID 自体はまあある程度脳があるからルーティーンでこれやろうこれやろう、で、あとその血小治療とかっていう療法っていうのももうかなりあの進んでて、これはもう一定のまで一応効果も出てると。はい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 、はい。で、そのあたりいろんなの、あとレムデジビルっていう、これはあのエボラなんかに開発された薬なんで、これもまあそこそこの、はい、あの効果が出とると。これもね、はいはいはい、いずれもね、その飲んだら次の日が突然良くなるとかそういうことじゃないんですよ。結構その前、まあよ長いこと見てみると、例えば入院期間がちょっと減ったとかね、あの短縮されたとか、はい、あと人工呼吸器につながれてる期間が若干減ったとか、まあ6割ぐらいになったとかで、そういうまあ地味な効果なんだけど、
直接的にその死亡率を下げるようなところにはあんまり貢献してないんだけど、まあそれなりの効果が出てくると。でそういったものを、その特にその IL6 インヒビターってやつなんですけど、これを使うとね、結構その免疫力がガタンと落ちるん で今その最近の感染、例えば人工呼吸器経由 の肺炎とかですね、であと血液に、まあ、いろんなこう首とかいろんなところにこういう、まあ、点滴じゃないけどこのあのラインアクセスを入れてるんで、血液にバクテリアが入っちゃうようなそういうあの状態になったりします。そういうのが、まあ、でそれで、まあ、肺血症からそのあのセプティックショックっていうんですか、ショック状態になったりする患者がかなり出てきていると。それはそれの対応に今はな状態です。実際その、なんか肺胞が炎症して、今回のね、あのコロナってやっぱ肺にすごい炎症起きたりとか言うんですけど、あの肺に炎症起きるっていうのは、コロナのウイルスのせいなのか、そのさっき言ってた免疫暴走のせいなのかって、どっちそうですね。いや、だからそれはね、肺のね、肺の組織とか、あとね、あの腎臓の組織なんかかなりやられる。それはあのウイルスそのものじゃない。だからそのウイルスじゃない、その、自らのその、あの何免疫システムの暴走っていうかね、か誰かがそのうまい表現を使ってるなと思ったら、その暴走をすることによって自分の臓器を、まあ、痛めつけると。で そこが怖いんですよね、コロナの。なるほど、なるほど。まあ、コロナだけじゃなくて SARS とか MERS とか、まあ、SARS1 ね、コロナウイルス、今回 SARS2 だから、 SARS1 っていうあの2003年にあの中国でからまたで、ね、中国でいつも、まあ、出てくるケースが多いんですけど、それあのそ あのウイルスとほぼ同じまあ構造っていうかですね、毒性もまあ似たようなものっていう、そういうあのウイルスなんですけど、あのそれだけじゃなくて、そういうウイルス系のその下気道っていうか、その肺炎っていうのは、まあ、下気道の、感染っていうのは大体まあパターンが似てる。みんなインフルエンザとかも別に大したことない、毒性も低いと思ってるかもしれないけど、インフルエンザがあれ肺に入っちゃってものすごい重篤になるから、かなりの人も亡くなるしね。あ、ICU は間違いないですよ。そのインフルエンザがこの辺の喉痛いとか喉が腫れたとか熱出て体が痛いとか言ってる間はまだ全然、これはもう上気道の世界であって、はいはいはい、それでも気管支から肺に入っちゃうとこういうウイルスっていうのは、まあ、全く別のものになっていくと。あ、まあまあ、だからインフルエンザウイルスと今回の新型コロナって意外と毒性は同じような毒性を持ってるっていう感じの解釈でいいんですか？どうなんだ、まあ、数字だけ見るとわからないけどね。だけど、まあ、インフルエンザもこのぐらいの毒性があり得ると。まあ、コロナは多分毒性が強いと思う。あ、はいはい。で、その肺まで入る理由っていうのは分かってるんですか？そのインフルエンザはまあ、ね、上気管で収まってで、なんか結構、うん、新型コロナで結構その肺機能がやられるってイメージが高いんですけど、なんだろうね、やっぱりそのここの炎症で多分抑えられなくなってどんどん下に入ってきて、とかあとちょっとしたものは喉を使いたいとかね、人間がその誤飲とかって結構ありますから、ちょっとむせちゃったりとかするだけでも肺に入っちゃう。なるほど。特にお年寄りの人ってはあのなんかちょっとあの、うん、何あの食べ物はちょっと硬かったりとか、あのなんかね、あのぐにゃっとしたおかゆとかそういうんじゃない限りで、うん、結構喉に物を詰まらせたりするじゃないですか。そうですね、誤飲多いですよね、確かに。誤飲。はい、はい。その時にあの、口の中とかこの上下のにあるやつが、思いっきり肺に入っちゃう。なるほど、なるほど。それでもって、なるケースもあるし。できるだけこの辺にあって、喉が痛いとか、ヒリヒリするとかね。はい、はい。この辺でなんとか食い止めとかないと、今度は重篤化していっちゃう。ちなみに今、喉がヒリヒリっていう症状ありましたけど、うん、もう意外とそのコロナの症状っていろいろ言われてるじゃないですか。結構その気管系に出てくるっていうのもあれば、うん、なんかこうちょっとこうお腹下したりとか、そういう話も聞きますし。そうそうそう。GI っていうか消化器系、あと呼吸器系。はい。最近はあの神経系統。あ、そうなんですか。コロナのネロパシーとかって言って、なんか手足がちょっと痺れちゃったりとか、それもコロナに関係あるんじゃないのかっていうようなことも言われてるし、分からないですね。あ、それもまだ分からないですね。いわゆる、まあ、インフルの初期症状みたいな
その体の節々が痛いとかね、寒気がする、あとなんだ、喉がまあヒリヒリする、で、ね、ちょっと前に結構話題になってるんだけど、味がしないとか匂いがしないとかね。あ、はい、そうですね。でも多分そのニューロパシーの一部だと思うんだけど、へえ、感覚がだん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 失われていく。味がしないっていうよりはなんか味が非常に単調になるとかね。はい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 、知ってる、日本人の某ニューヨークのお医者さんはそのカレーの味がしなくなって、それもカレーの味しないって相当、いや相当ですよね。そう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 。でもそのメカニズムはまだ分かってない。分かんないですね。あ、そうなんですね。どうなってるのか分かんない、うん、分かんない、これから先分かんのかどうか分かんない。それだから下痢みたいな症状もあるし、そういう症状もあるし、うん、もちろんその呼吸器の症状はもちろんあると、咳も出る。でも、うん、どっちかというと空咳みたいな咳で、あ、だからそうなんです、ね、ああそう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 、それは初期の段階。もちろんもっと重篤化していくと、もう少しひどい状態にもちろんなるんだけど、うん、まだ症状が何ぞって言えてる状態っていうのはまだいい状態だから、はい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 、もし言えなくなってね、物を気管挿管とかして機械につながれちゃったりすると、もう物言わぬ、あれになってしまう。はいはいはい。まあ実際その人工呼吸器をつけると、もう基本的に喋れないですよね。喋れない、うん。そうですよね。あ、その時はあれですか、もう基本的にはその意識も飛ばしてる状況なんですか。意識、そうです。だってこんなもの喉に使われたら気持ち悪くて、ね、起きてたらすごい不快好めないじゃん。で、はい、このそういう人たちが運よく良くなると、まず最初にしようとするのは、この自分の管を取ろうとするんだ。これは実はグッドサインで。はいはい、ね、意識もあって、あ、もうこんなもんいらんわいつって取るんだけど、ちょっと早めに取っちゃうと、はい、すぐ苦しくなっちゃってなるほど、また行くなら入れなきゃいけないとかって、はいはいはい、はい、そういうこともあったりしてね。あ、そうなんですね。じゃあまあそうするとあれですよね、でもその人工呼吸器つながれた時点で、まあそのままね、回復すればいいですけど、回復されなかった場合はもうそこで最後のなんていうんですか、こうやり取りみたいになっちゃうわけですね。そうそうそう。いや、だからもう、うん、最悪でしょ。それまではまあ一応家族とは電話とか、ね、インターネットでこうまさしくこういうフェイスタイムとかズームとかのお話はできてるのに、はい、もう管つながれたらもうそれすらもできないと。で、家族はもちろん看病来れないから、はいはい、まあ、お亡くなりになる人はもう それまでです。結構あれですよね、重篤化するスピードも速い人もいたり、こう、はい、ゆっくり、なんかなんとなくそのゆっくり徐々に、あ、人工呼吸器つがないといけないっていう状況になる人と分かれてるみたいですけど、まあ、でも早いよね、クラッシュするときは早い。あ、人工呼吸器とはもちろんその鼻にこういう酸素のネイザルキャニアだっていうんだけど、はい、それを入れてる状態との間にすごい何段階かあって、それを今度はものすごいその圧力で、はい、ハイフローっていう、もう少し違う、まあ、同じ酸素なんだけど、うん、もう少しこう、なんていうの、ものすごい圧力で、はい、圧で持って、はい、鼻の中にねじ込むみたいな、そういう装置から、もうちょっとこういうマスクみたいなのになっていって、バイパッドになっていって、はい、で、そこまで来てダメだと、もう次は人工呼吸器と。それまでに3、4段階ぐらいあって、それなんとかなんとか人工呼吸器につなぐと、すごく予後が悪いっていうか。つながれた人で、はいはい、まあ、帰ってこないから。なるほど、なるほど。つながれたね、もう 80% 以上お亡くなりになるケースが。なるほど、なるほど、ね。そこまで行く人ってどんぐらいの割合なんですか？入院されてから、人工呼吸器まで行かないといけないっていう人のパーセンテージ。そうだ、ざっくり言うとね、80% の人が感染してる100とすると、はい、80% の人がまあ症状はあんまりないと。で、20% の人は、20% じゃないな。15% の人がその入院が必要。で、入院が必要ってことはもうすでに酸素治療が必要なの。だから何らかのネイズルキャニアなのか、ハイフローなのかわかんないけど、その酸素が必ず必要で、それは 15%。はいはい、5% がもう人工呼吸器。ああ、5%。だから入院した患者がその 20% のうち 5% は人工呼吸器と。なるほど。3対2ぐらいの割合で人工呼吸器。3対1だ。3対1の割合で、まあ、人工呼吸器と。入院した、来た患者。うん、そうそうそう。あ、で、ちなみに入院のクライテリアなんですけど、なんか結構今、私の知り合いとかでもコロナの症状があって、ね、医療機関に電話して、行ったらまあ自宅療養してくださいとか、実際病院に行ったけど、まあ自宅療養してくださいっていうのを追い返されたみたいな、話聞くんですけど、その入院
ね、あの受け入れと、まあ、自宅療養の差ってな、どこで定めてるんですか、ちなみに。まあ、大きな差はやっぱり呼吸だよね。呼吸はその酸素吸入が必要なほどやっぱり息苦しくてしょうがないと。もう苦しく苦しくて、もうちょっと、ね、2階まで上がれないとかね。はいはいはい、ちょっともう家の中でちょっと酸素が人間の体、例えば貧血になったり、血中酸素濃度、飽和濃度が下がってくると、うん、やっぱりものすごい症状が出る。あ、なんか極端な例、例えばその、ね、普通の人のヘモグロビンって大体14ぐらいあってですね、その14、まあ、単位は別にして、14、そのが13、14ぐらいあって、でそれが例えば、まあ、何らかの、その例えば病気になってですね、貧血になって、それが7ぐらいまで落ちちゃうと。はい、7未満になると、まあ、あの点滴、あ、点滴じゃない、なんだ。流血ですか。流血が必要だというレベルなんだけど、はい、うん、その7ぐらいになっちゃって、人がどういうファンクションかというと、14の時、例えばもうマラソンとか平気で走ってたよね。もう何マイルもこうジョギングしても大丈夫っていう人が、もう1ブロックあるのがしんどいぐらいしんどくなっちゃう。はいはい、もう家の中で立っておしっこ行くだけでもう倒れそうになる。そのぐらい違ったりする。その、もう酸素がそれだけあの減っていくっていうのはものすごいやっぱきついんですよ。それはもう症状としてかなりクリアに現れるから。はいはい、はい。だから数値化すると、例えばその、なんだろう。血中飽和、酸素飽和濃度は、はい、まあ、僕らで94を下回って家でね、あ、はい、下回ったらちょっと要注意だなっていう。ちなみに、でもこれでも調べられるわけじゃないから、機械持ってない人もいっぱいいるから、はいはいはい、まあ、大体感覚的にはもう本当、歩いたり、その ADL っていうの、アクティビティ・デイビリー・ウィン、これがまともにできないぐらいしんどかったら、来てくださいと。あ、本当、呼吸で持ってる。でその病院に一旦入ったら今度92ぐらいまでもうちょっと範囲が広がって、で92、ちなみにその健康の人は99とか100とかそのぐらい、はい、うん、まあ、あの COPD とかそういう既往歴がある人は別だけど、うん、その人たちはまあ93とか2ぐらいで慣れちゃってる人がいるんだけど、はい、まあ、そういうのを抜きにして、で病院に行ったらまあ92を目安に酸素治療してね、はい、5リットルぐらいを最初2とかから始めて、だいたい5リットルぐらいまでで 92% キープできなくなったら、ちょっともう一ノッチ上がるっていうか、その次へもう少しこう圧力をつけたその酸素を吸入するようなあの機械に変わってって、それもダメだったら今度こういうマスクにしたりバイパップにしたりして、はい、これダメだったらってこうどん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 段階が上がって、例えば全部それを結構すっ飛ばしちゃう人いるよね。最初はこの2回ぐらいで普通にこうやって新聞読んだりしたおじいさんおばあさんが突然クラッシュして、もう血中濃度が 80X ぐらいまで落ちちゃったりとかです。そういうのがあったりする。怖い。怖い。ちなみにその血中酸素濃度を測る、まあ、うちクリニックやってるんで、今後その、うん、誰か患者さんが来た時に、うん、まあ、血中酸素濃度を測ろうと思ってるんですね、うん、で機械は持ってるんで、うんうんうん、それは有効的 なんかこう判断の材料になるんですか。なると思いますよ。ああ、なるほど。で大体94ぐらいを基準にしとけばいい。なんでかっていうと、それコロナの人ってね、いくら吸っても吸ってもなんかそのある一定の量よりも上に上がらないっていうか、ね、なかなかその、普通ね、ちょっと97ぐらいの人が、ちょっと、ってこう深呼吸しちゃうといきなり99とか100に上がったりするんだけど、うん、コロナの人は結構上がりにくいんだよ。だからすぐ分かる。で、それを本当にこのもう見れば分かるしね。ちょっと汗出て、もうハーハー言って、例えばその1分間に呼吸数が例えば20とか20いくつになっちゃってれば、うん、まあ、見れば分かるよ、普通。はいはいはい、うん、でも、まあ、その原因はさっき言った肺胞が炎症して酸素が取り込めないと。ただ怖いのは最近ね、はいはい、あの肺血栓とかになる人多いんだよ。ああ、そう、今コロナの患者はね3割ぐらい肺血栓になってる。はいはいはい、それはね、はい、よくわかんないんですよ、どうしてそうなってるのかね。あ、その理由は分かってないですね。多分それも免疫とか炎症とかにもよるんだと思うんだけど、その、うん、あの PE、Pulmonary Embolism っていう、はい、もう結構発症しちゃう人が多くて、はいはいはい、なんでその、何、なんでその人のその、血中の、例えばさっき僕が例として申し上げた、その、おばあさんが新聞読んでいきなり血中濃度が下がっちゃったのは、結構肺血栓だったりする。ああ、肺血栓。になって、うん、まずそれを疑えって。はいはいはい、はい。うん、で足にこう、
超音波かけて中に血栓がないかとか、あと CT で、まあ、肺を取ってみたら分かりますね。そうそうそう。でまたそれに対してまたあのブラッドスイナー入れたりとかして対応するみたいな感じ。そうそう、ブラッドスイナーすごいね。ああ、それ。じゃあもうちょ当然のごとく脳卒中みたいなことを起こす人も出てくる。脳卒中も多い。脳卒中も多いし、あと、まあ、感染系だったら、その何、バクテリミアっていうか、セプテセミアっていうか、そのラインから、セントラルラインとかそういうのから、バクテリアが入っていっちゃって、それ血液の中入っちゃっちゃったり。はいはい、でこのままものすごい重篤になって血圧下がったりショック状態になったりするんだよ、ね、そういう人も多いし、あとまあ肺にその肺が弱ってそういう組織が弱ってる状態で今度バクテリアが細菌が入っちゃうとものすごいやっぱりこの機械につながれてると機械っていうのは自分の体の一部じゃないから、はい、機械の管自体には免疫力がないわけですよ。それを伝ってものすごいそのバクテリアが入りやすいの、はい、うん、その何プラスチックやなんかでできた管の上っていうのはそのすごいバクテリアが繁殖しやすくて、はい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 、それがそのどん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 肺の中に入っていっちゃう、もうそれを伝ってどんどん入っていっちゃって、でもう肺炎のものすごいやつを起こすと、まあ、そうするともうかなり死に近くなっちゃうよね。まあ、そうですよね、うん、ちなみにその人工呼吸器につながれた人とかの、うん、まあ、良くなる人もいるじゃないですか。そういう人たち、まあ、すごい稀ですよ。稀なケースで、うん、そういう人たちのなんかあれなんつう後遺症みたいなこととか肺機能に問題が残るみたいなケースは、うん、人機能やっぱすごい落ちた、腎機能落ちる人が多くて、腎機能落ちてるともうその時点で入院してる間、今まで起用力ないのにいきなり透析始められなきゃいけない人とかね、そういう人はもう残っちゃいますよね。だからもう透析ある一点まで腎機能を回復する、あるいはもうリバーシブルみたいにもうダメになっちゃってダメージ受けて戻らないような状態だったらもう一生透析っていう、最悪でしょ。そうっすね、まあ、それもそのサイトカインストームっていうか、IL-6 とかサイトカインが、その体の免疫システムが、はいはいはい、心臓を、まあ攻撃したその結果なで起きるんでやろうというふうに言われてる、うん、まあ、それはまあ後遺症っていうか残りますよね。肺自体にその、最初は肺もなんか繊維症みたいな、肺繊維症っていうか、はいはいはい、ハイボリズムみたいになる、うん、ハイブロースですかになるんじゃなかろうかって言われたこともあったけど、それはよくわからないですね。あ、それもまだ分かってないんですね。だから見てたけど、でもそんな問題をちゃんと本当に元気で帰る人はその問題は特に見られないけど、はい、元気で帰る人って多分 ICU から元気で帰る人ってほとんどいないから。あ、そうなんですね。わからない。うん、あー、なるほどね。そうそうそう、まあ、実際なんか私の友人のお父様の話ですけど、うん、まあ、結局最終的にはそのご家族の判断でその人工呼吸外してっていうような判断をされたっていう話は聞きましたけど、うんうん、まあ、そのまま外さなかったら多分ずっとこう、なんていうんですかね、長引くって言ったら言い方悪いですけど、ね、もう下手したら1ヶ月、うん、2ヶ月も同じような状況で、まあ、植物人間状態に近い状況なんですかね。いや、でもね、多分ね、結構早い時期に心肺停止になっていると思う。心肺停止、これもね、すごく多い。だから ICU に入って、結局亡くなってる人を見ると、ICU 入って2週間後ぐらい、1週間か2週間ぐらいで心肺停止になる。で最初は CPR してこう助けるんだけど、この CPR 自体もすごくリスクを伴うの、はいはい、我々医療従事者としては。まあそうですよね。はい、で彼ら機械外して、そうやってバッグみたいなので、はいはいはい、空気を入れて、それで、心臓マッサージっていうか、うん、CPR やるから、はい、やってるたんびに口からね、まあそうですね、エアロザライズされたその、はい、まあ、ウイルスが、はい、だからそれをやってるレジェンドとかっていうのは、ものすごいその、はい、リスクが高いから、僕のいる病院は実は機械があってね、はい、人工 CPR 機械っていうのがあって、初めて聞きました。うん、もうリュックサックみたいな変なこんな形した、亀の甲羅みたいな、よくわかんない。そのよくわかんない形の、まあそんな大きくない、このぐらいかな、の機械を、それを胸に設置して、あとはもうだから機械にやってもらうと。かなりいいCPRやるのよ、かなり。こう、ガーク入る。そうなんですね。そうそう。
ただそれも1回、もう1回2回やってるけど、やっぱフルコードの患者さんとかは申し訳ないんだけど、やっぱりもう3回目、ね、もう2回目か3回目かもうお断りして死なさせざるを得ないから。まあそうですね。ただはね、その我々へのリスクもさることだからね。例えばその気悪くなる人は死亡者が多いっていうふうに言われてるのは、やっぱりそこを耐えられるだけのその健康、何ベースがないの、健康のベースが。だから肥満で例えば心臓病やってる、あるいはもう糖尿病やってる人っていうのは、そもそもその心筋梗塞とかその心停止の理由ってのは、大体心筋梗塞とか不整脈とかそういうのが原因なんですけど、あとまあその 腎機能がおかしくなって、その電解質のバランスが崩れてとか、そういうのが原因なんだけど、そういうのでその心停止を耐えうるだけのその、まあ、体力がないっていう人が多い。それで亡くなっちゃう。なるほど。中には本当に全くその病歴のない人で力尽きてしまう屈強な男みたいな人もいるんだけど。おられるんですね、そういう方も。いる。30そこそことかね。若い人もいますね。20代の後半ぐらいの人とか。あ、そうなんですね。まあ、それって。分からない、まだ。どうしてそうなってるのか。すごい稀に。稀にあるんですね、そういう方も。なんかさっきあの医療、ね、従事者の方のことを守らないといけないっていうことも言われてたと思うんですけど、もともと結構医療崩壊とか言われてたじゃないですか。実際今現場としてはあの医療体制的には問題はないというか、ないと思う。だからこれうちはね、だけど、はい、病院によっては違うと思う。ただ例えばさっき高田先生言ったみたいな、エルムハウスとか多分医療崩壊してたと思う。あそこの ER の先生が自分でビデオ撮ってたでしょ。はいはいはい、撮ってましたね。野戦病院みたいなやつ、あれ、だから、ER がもう、ER って基本的に、ああいうオープンスペースに病院、あのベッドが置いてあるところと、はい、あと個室になってるところがあって、うちの、俺のいる病院、その個室がすごいいっぱいあって、そこに全部放り込んじゃう。だから、その、院内感染はすごい、もうミニマイズできるんだけど、はい、多分、エルマスはそれが追いつかなくなっちゃって、そもそもキャパも、うん、そんななかった状態で、だからみんなその、はい、何オープンベッドみたいなところにもコロナの患者全員置いて、いやそうですよね、あれ、はい、そうすると今度は医療従事者も一日中あの PP をつけてるのに、これはかなりきついよ。ああ、これだって患者見るときだけ PP つけてるけど、はいはいはい、はい、それだって結構もう苦しくなるから、あれ一日つけてるっていうものすごい大変だと。いや大変でしょうね、確かに。大変ね、N95 のマスク、 N95 マスクして結構大変ですよね、あれ。普通に活動すぐに息が上がっちゃう。はいはいはい。僕は一応ダブルマスクって言って N95 は足りないから、はい、その上にその使い捨て あのサージカルマスクのままかぶって、そっちを使い捨てにしてて、あ、はいはいはい、N95 は使い回してるんだけど。なるほどなるほど、うん、それもまあでも今はもう結構たくさんもらえるようになってきたんだけど、最初の頃はもう2週ぐらい同じの使ってた。ああ、最初の方本当そうですよね。でも今はまあ2年になっちゃってもうえらいことになって最後。そうだ。漏れてんじゃないかみたいな。マジで。いやでもあの時本当になんかもう物資が足りないで、まあ今でこそね。本当そうです。あ、いい。マスクいただきました。いや本当あの少量で申し訳ないんですけど。いやもう本当に。じゃああれです。貴重だったの、マスク。あ、いやでもそうでしょうね、本当に手に入らなかったですもんね、あの時は、本当に。ちなみにあれいただいたマスクはうちの病院のみならず、どこ行ったかな、ブロンクスにも行ったし、クイーンズにも行ったし、あ、本当ですか、ブルックにも行ったし、結構いろんなとこに。あ、本当ですか、よかったです。してもらいました。いや、本当に。ちょっとでも、ね、お力になれば。一時期テント作ってたじゃないですか、セントラルパークとかで、あのコロナ対応。ないですよ。あれはもう撤去されてる、ね、ないと思う。今月の頭ぐらいにもう撤去したと思う。ああ、じゃあもう普通にその、まあ、ニューヨークの病院とか、まあ、ニュージャージー近郊の病院でも、まあ、うん、フルにキャパはとりあえずもう取り戻して。いや、そうだろうな。エルムハウスと厳しかったし、はい、俺、昔その私がレジデントやったところ、まあ、ブロンクスの病院なんだけど、はいはい、どのぐらいなのかな、あそこ300床か400床ぐらいかな。そんなに大きくない病院だったんだけど、そこがもう医療崩壊を起こしてて。はい、ああ、そうなんですね。ああ、だからもう、僕のあの、恩師の、その指導医が一人死んじゃってね。
あ、そうなんですね。うん、まあ、内科系じゃなくて外科の人だったね。よく知ってる人だったんだよね。外科の人がコロナにかかったってことですか？そうそう、だから結局ね、外科って今やることはあんまないんですよ。あ、アンビラトリーサージャリーはやってないから、ね、はいはい、基本的にね、はい、その本当に緊急性の低いその外科手術はやってないから、はい、手が空いてる人みんなだからその総動員させてるんですよ、病院によってはね。そのところに崩壊が進んでる、あれも本当患者数の多い病院は、はい、ものすごいではもう、まあ、もうキャパオーバーどころの騒ぎじゃなくて 100% もう超えちゃって、それなんか仮設でいっぱい ICU 作ったりとか、はい、今まであのカフェテリアだったところはもうミニ ICU みたいになってる病院とか、ね、そういうところは外科の人もみんな例えばもうアドミッションとかね、その入院した時に最初に入院患者を受け入れるっていう作業があって、それすごいめんどくさいんですよ、はい、僕らもすごい内科医が全部やるんだけど、はい、すごい嫌な作業の一つなんだけど、それを全部外科医とかに全く経験のない人たちにやらしてたって、楽しい世界。あ、そうなんですね。もちろん誰かスーパーバイズしてたと思うけど、全く別の世界だから、はい、まあそうですよね。最初に例えば感染症で入ってきた人はね、はい、ある程度外科系の人は外科の人にとかって割り振りしてたんだと思うけど、多分それも大きくなっていうと、はい、全く関係ない内科の例えば感染症とかね、うん、心臓病とかでいきなり足とかしかやったことないその外科の人がですね、はい、いきなりそれを入院の手続きするのものすごい大変、最初の薬とかも全部決めなきゃいけないし、ああ、いや、それ大変ですね。多分知識がないと思う、その、いや、本当そうですよね。だそれで、その過程で例えばその指導医は多分緊急の手術をさせられたんだと思う、その時に胃がんしたんではないかと思われますけど。結構あのね、あのこのね、新型コロナウイルスの一つ問題、無症状の人も結構多いじゃないですか。そうそうそう、だから怖いですよね。なんか ER とかで働いてる人で違う病気とか違う怪我で来られた方が実はみたいなケースがあると、うんうんうん、すごく多いですよ、そういうの。あ、やっぱ多いんですね。怖いのはだからもう今だからちょっと今もう考え変えて、はい、まあアメリカの場合はその検査がものすごい体制がしっかりしてるから、日本と比べてね、はい、日本はいつまでたってもなんかぐちゃ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 言って 何が原因か分かんないけど、うん、まあその検査を遅らしていたと、はい、今頃になって増えてももうしょうがない、もうなんとなくピーク過ぎちゃってる、はいはいはい、で増やしても今度逆に PCR で例えばその偽陽性とかいっぱい出ちゃう可能性もあるし、そうですね、今なんか峠としちゃうとあんまり意味ないんで、うん、今頃になっていや PCR やっても意味ないよ議論みたいなのが出てきてるんだけど、今言ってももういや、お前その通りだよっていう世界で、はい、やるべきことに やらなかったから、そのピーク過ぎた時にやっても、まあ、はっきり言って意味ないんだよ。なるほど、なるほど、なるほど。しかも、この PCR がいつまで陽性になるのかもわかんないし、はいはい、陽性の間はじゃあずっと感染力があるのか、これもよくわかんない。ああ、その辺まだ分かってない、ね。すごい嫌なのは、僕らが最近、その、地域のその、プライマリードクターの方々ね、家庭医とかが、何のこっちゃわかんない人が、例えばその会社に彼は戻っていいのかどうかとかね、あ、会社じゃないんでね、会社まだオープンしてないけど、例えばそのエッセンシャルワーカーでその職場に戻ってもいいかどうかの、はい、その判断を僕はつけたくないから、はい、でこっちに押し付けてくるんですよ。それすごい嫌。わ、まあ、からないですもんね、100% 言えないですよ、ね、それだってわからないからさ。あ、それ、はい、それでつなげて一つ聞きたいのが抗体検査ですけど、うんうんうん、まあ、今抗体検査にニューヨーク 20% ぐらいの人が実際かかってると、うん、まあ、あの人種によってかかってる率がちょっとかかね、かったりはするんですけど、あの抗体検査も結局はあの何を測ってるんですか？あれだから日本では大騒ぎしてるけど、抗体検査はあんまり目的を明確にしないと意味がないんで。ああ、ですよね。だからその時期によるんで、うん、だからその初期の時期はPCR が最も効果的なの。あ、そうなんですね、はいはい、なんでかというとウイルスって基本的に抗体ができるまで体に入ってから抗体がその自分の免疫システムの抗体を作るまで2週間は最低かかる。2週間、うん、例えばだから HIV でちょっとそのねなんかまあ心当たりのある行為をしてしまったと、うんうんうん、でももしかすると俺は HIV になったのかもしれないって言ってその次の日とか
1週間後ぐらいにお医者行って検査してもらっても僕らは断ってる。ああ、意味がないから。1ヶ月後ぐらいに戻ってこいか、はいはい。最低2週間くらい、うん。だからこれ意味ないでしょ。初期のだから感染っていうのを見るにはもう PCR しかないんで。ああ、なるほど、なるほど。で、逆に、じゃあこう、だから、そう。だけど、例えばその、今あるのは、その、いやもう症状も何もないんだけど、僕は実はかかってたのかどうか知りたいと。はいはい。うん。ほんで知りたいっつって、それで抗体、それはまあ抗体検査が一番的確なんだけど、うんうん、それ、例えば陽性だったらじゃあどうすんのっていう世界。はいはい。その、陽性だったら、じゃあその、まあ中和抗体っていうか、もうじゃあかからないっていうわけではないですよね。ない。ない、ない。だからそれは分かんないんだけど、今、分かんないです。ただ、その抗体の中に種類がいくつかあって、はい。もう、何アキュートリーな状態で、陽性になる、その抗体と、あともうちょっと慢性期になったというか、もうかなりその時間が経っちゃった状態で陽性になるその抗体っていうのが2種類あって、それを見分ければ大体今どの時期にあるのかっていうのは大体予想つくんだよ。はいはいはい。うん、で、僕がその勧めてるのは、その抗体検査する人に勧めてるのは、例えばその慢性状態ね、慢性期に戻る、要するに何もう治っても、まあほぼ、うん、なんていうの、もう多分おそらくその感染力もない状態なんだけど、はい、抗体ができてて、その抗体のその量がすごく高い人は、うん、これはもう血小治療の寄付してくれと、ドネーションして、あー、サンプルに、そうそう、サンプルじゃないですけど、はい、この次には、はい、ものすごいその重要な意味を持つ。はいはい。おちなみに今その巷で行われている抗体検査って何を測ってるんですか？その IgM とか IgG とかあるじゃないですか？多分 IgG だと思う。もう IgM よく知ってる。IgM がどっちかというとアキュートフェーズで。そうですよね。はい、IgG っていうのはまあもうちょっとその慢性化したような状態。はい、IgG を測ってるのはほとんどだと思う。ああ、そうなんですね。うん。っていうのはなんでかというと、そのクエストとかああいうとこやってるんだけど、はい、ラブコープとか、はい、からね、IgG の人はね、IgM を測ろうと しないんですよ。IgM の人は、うん、要するにまだ感染力がある可能性があるから、だから IgM を測りたいと思っている人は、これ変な話だよね。はいはいはい。IgM を測りたいと思っている人は、来ないでくれと。ああ、まあ感染力強いから、ね。IgM と IgG の境目なんてよくわかんないくせに、うん、IgM を、その、もう本当、なんていうの、その、IgM の検査しないよと。IgG だったらば、うちの、その、何その、検査場があるじゃないですか、その民間の検査、はいはい、検査オフィスがあって、そこで、うん、採血しますよと。はいはい、はい。IgM はしないってよくわからない。ああ。よくわからない。うん。なるほどな。じゃあまあそういう、なんか段階があるんですよね。最初で IgM が作られて、IgG に変わっていって、で、最終的にその中和抗体っていうか、まあ、かからないよみたいな、もう守ってくれるよみたいな、ね。IgG っていうのはもう一生もんだから。だからね、ああ、そうなんですね。まあ、メカニズムからすると、ね、一回 IgG ができるともう一生。あ、例えばその、まあ、ワクチンね、B 型肝炎だとか、その、何、オタフカゼだとか、はいはい、何、はしかとか、三日ばしかとか、はい、そういうのって、なんだかその IgG がある状態。はい、なるほど、なるほど。IgG の状態がまっすぐ、プラトーって、それ以上上に上がらない状態で、推移してる。そういう状態、それも高いレベルで、推移している状態に持っていくと、これはプロテクションというかね、もうかからないような仕組みになっていると。ただ、これがそのコロナに通用するかどうかわからない。インフルエンザは少なくとも全然通用してないじゃないですか。そうですね。毎年受けなきゃいけないでしょ。はい。はい。うん、で、その先がまだわからないっていうことですね。それがいつまで続くのかっていうのと。うん。でも、多分その、いわゆるその、コンバレセントプラズマっていう CP っていう血小療法を今、だからその回復期状態のその血小を使った治療っていうのも、まあ一定の効果が出てきてるんだけど、うん、まだね、その今、検査がもう何万人かな、かなりの人数に使ってみて、はい、その結果を今集計してるのはそんな状況なんです。ああ、そうなんです。それはプラズマっていうのはそのアンティボディの IgG が入ってる、うん、IgG がかなり高い人だけをセレクトして、うん、その人たちからその血小をドネートしてもらって、はい、それを持って、それをどんどんその病気の
人に入れてるというか。かなりその症状もね、最初は結構中毒化してから上げてたんだけど、もうちょっとでももう結構、もう先手を打つのが効果的だっていう、すべてにおいて。はい、最近そういう状態になってきてるから、なるほど、もうちょっとその呼吸が苦しくなったり、もう、その酸素を、このね、ネーゾルカニラからもう少しその、一段階上がったような状態でもうすぐ投与し。ああ、そうなの、うん。で、その効果がまだちょっとわからないみたいな。でもね、はい、でも僕ら見てるところでは結構効果ある。